かチャンネルの翔です。今回の動画なんですけど、こちら、またガンプラを買いました。ビルドダイバーズリライズのガンプラ、バルキランダーです。この SD タイプのですねガンプラなんですけど、初登場時の時はドラゴンの状態だったんですけど、なかなかですね変形しなかったんですよ。話の流れもあったので、おいつになったら変形するんだろうと思ってたらですね、やっと変形してくれまして、こちらのですねガンダムタイプになってくれたんですよ。本当だったらですね、主人公機の次のやつとかを買ってからこう見せたかったんですけど、どうしてもこのバルキランダーの方がですね気になって気になってしょうがなかったので、こちらに今回はしました。それでは中を見ていきたいと思います。ベルカチャンネル。はい、説明書ですね。いやー、普通の作りよりも量が少ないですね。ほら、もうこれだけしかないもん。じゃあ、ある程度まで形を作りたいと思います。はい、できました。ちょっと時間かかったんですけどね。これ、コアガンダムなんですけど、バルキランダー。見てください、この大きさ。尻尾が長いからっていうのもあるんですけど、コアガンダムと高さはほぼ、ちょっとコアガンダムがでかいぐらいで、もう全然あとは大きいですよね。だって翼とかもこうやって広げちゃってると、もう全然でかいなぁと作っててもつくづく思いました。他の人のでちょっと見てはいたんですけど、ここから変形して SD ガンダム状態になるのって想像つかなかったんですね。どうやってなるんだろうなんて思ってたんですけど、納得しました。ちょっと変形させてみたいと思います。ベルカチャンネル。あ、間違えましたね。この状態の時がガンドラゴンモードですね。じゃあ改めて変形していきたいと思います。劇中のような感じで変形したいんですけど、ちょっと難しいのでバラバラにしていきたいと思います。まずはこの髪なんでしょうね、後ろ髪。この部分を外して翼を外しましょう。そしてで頭の部分を外して、この足の部分、そして尻尾の部分をばらして、さあもう形はできてますよ。腕を反転、頭部の目の部分を反転して、この瞳があるやつね。そしてバイザーを閉じてかぶせれば、おっと危ない、後ろ髪、さあこれでバルキランダーですね。かっこいいですね。この後ろ髪特徴的かな。で、SD ガンダムっていいですよね、この瞳。この瞳が可愛らしいですね。さあ、そしてドラゴンフュージョンモード。さあ、この翼とかを全部装着していきたいと思います。バラして、足からはめていくか。
なんかこの下駄っぽく入って翼を翼をつけるとき、取り付け取り外しするときはやっぱりこの後ろ髪がちょっと言い方悪いけど邪魔になるので一回外してからつけた方がいいですね。面白いのがこの前足の部分に当たるところが銃が2つできるんですけど、この銃のトリガーになるんですよ。ほらこんな感じで、こっち側も同じような感じになるんですけど、ちょっともうこれ一つにしますね。これを合体させて、でこれを持たせましょう。はい、できました。ドラゴンフュージョンモード、かっこいいですね。最初のガンドラゴンモードからこれになるのが全然想像がつかなかったんですよ。すごいですね。こんな感じですね。大きさはやっぱりコアガンダムの方がちょこっとだけですね、でかいのかな。でもでかいですね。リアルタイプもいいんですけど SD の方が個人的には好きなので、こっちを買って正解だったのかもしれないですね。デルカチャンネル、はい、ということで簡単だったですけどどうだったでしょうか。今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。